ツリーハウスアニックガーデンはイングランドのノーサンバーランド州アニックのアニック城に隣接する正式な庭園の複合施設である。これらの庭園はノーサンバーランド公爵の下で長い歴史を持つが21世紀初頭に復活するまで荒廃していた。庭園には現在中央のカスケードを中心に様々なテーマの植物が植えられている。庭園の復活は ノーサンバーランド公爵夫人と様々な庭園の専門家との間で保存と公的資金の使用に関していくつかの公的な論争を引き起こした。この庭園は現在ノーサンバーランドエステートとは別の事前団体に属しているが第12代ノーサンバーランド公爵は42エーカーの土地と再開発費用として900万ポンドを寄付した。最初の庭園は 1750年に初代ノーサンバーランド公爵ヒューパーシーによって設計された。ノーサンバーランド公爵は有名なノーサンバーランドの庭師であるランスロット・ブラウンを雇い、アニック博物館に隣接した場所に造園した。第3代ノーサンバーランド公爵ハフは植物採集家であり、アニックで一世紀の間開発を主導していた。彼は世界中から種を持ち込み、 パイナップルを温室で育てた。19世紀半ばには、第4代ノーサンバーランド公爵アルジャーノンが、大きな温室を備えたイタリア式庭園を作り、20世紀末には、庭園は、最も壮大なものとなり、ヨーロッパ一位のトピアリー、ライムや花に彩られた何エーカーかの大通りがあった。第二次世界大戦中は、戦時農園施策の一環で庭園の植物が、 食料として借り取られ、戦後の緊縮財政によって庭園は荒廃した。1950年にワーキングガーデンとして閉園した。庭園の再開発は1997年に、ノーサンバーランド公爵夫人、ジェーン・パーシーによって着手され、ベルギーの造園デザイナージャックとピーター・ビルツによって、主導された。第二次世界大戦以来、 英国で作られた最も野心的な新しい庭園で、総開発費は4200万ポンドと報告されている。2001年10月にオープンした再開発の第一段階では、カスケードの構築と庭園の最初の植栽が行われた。2004年にはカフェを含む6000平方フィートの大規模なツリーハウスがオープンした。それは世界最大級のツリーハウスである。 サーマイケル・ホップキン・ストブロ、ハポルドが設計したパビリオンとビジターセンターは2006年にオープンし1000人の収容が可能である。パビリオンとビジターセンターには孫のアーチ型のグリッドシェール屋根がある。庭園にはいくつかの水を用いた構造物のほか、建築造園、トピアリー、装飾的な門がある。有毒庭園への入り口2005年2月には、 中毒性のある植物や有毒植物をテーマにした庭園が開園した。この庭園には、ストリキニーネの原料として知られるマチン、毒ニンジン、トウゴマ、ジギタリス、ベラドンナ、ブルグマンシア、ラブルナムなどが植えられている。また、有毒庭園は、薬物教育としての側面もあり、アサ、コカ、ケシといった薬物の原料となる植物も植えられている。ありがとうございます。